おはようございます。聖速稼塾の久保でございます。今日はですね、私の寅さん大好きな私がですね、作品の50作、この作品の50作のちょっとね感想をここでねお話ししたいと思います。まあご存知のように男はつらいよという作品なんですけども、ただいま絶賛公開中、12月の27日からなんですけども、もう27日公開とともにですね、私の方は見に行ってまいりました。でこの男はつらいよシリーズっていうのはね、1969年に第1作が公開されて、ですから私が生まれる前からですねやってるわけですよね。でついに2019年、この昭和平成令和の時代、3つの時代にまたがって50作というものがリリースされたわけなんですけども、こちらの方がねやっぱりね、待ちに待ったと言いますか、賛否両論と言いますか、当然なんですけども、いい意見悪い意見ってたくさんあると思うんですけど、私はね根っからの寅さんファンとしてもう評価するところしかないかなというところでございます。まずねこの男はつらいよシリーズっていうのは私が生まれる前から始まったということで、私がね物心ついた、まあ、10代の頃っていうのはすでにもう作品がどんどん出ていてですね、私が気がついた時には劇場公開っていうのがなかったわけなんですよね。いや一回映画館で見たいなと思いながらこうやって待ち焦がれていましたら、まあ、今回こういう機会がいただけてねすごく嬉しいなと、同時にですね、まあ私いろんなこう寅さん活動しておりますので、最近はこうやって呼ばれたりね、出演依頼をいただいたりとか、それからこの前は新宿のピカデリーの方で、まあ、優待をいただいてそちらの方で、待たさせていただいたということもありましてですね、まあ、非常にいい機会をいただきましたね。その新宿ピカデリーでは第1作をみんなでね見るって機会もありまして、そこはもう人数限定だったんですけども、まあ未定の方の取材をいただいたりとかね、テレビ出演があったりとかして、私もなんかね寅さんにくっついていったらちょっと得したなみたいなところもあったりしてね、非常にありがたいことでございます。今後はですね、私広島の地域を中心にこの寅さん活動をね続けていきたいと思うわけなんですけども、さあ映画のレビューになってきますよ。まず桑田佳祐さんのねオープニングが始まりましたよね。ここではですね、桑田佳祐さんに歌わすなみたいな、そういった意見も当然あったんですけども、私としてはですね、この男はつらいよという50作っていうのは、男はつらいよファンがどれだけの人数が関われたかなっていうところも一つの大きなテーマだと思うんですよ。みんなで寅さんをお迎えしよう、おかえり寅さんっていう人がこんなにたくさんいるんだ、桑田佳祐さんも歌で迎えているんだみたいなところがあったりね、すごく私はね桑田佳祐さん、の歌い回しとかも、あれちょっと独特だなというふうな違和感はありつつも、いやこれが男はつらいよなんだというふうにね、新しく聞くこともできましたし、まあなんといってもですね、あの山田洋次監督が、まあ、桑田佳祐さんにアプローチして、こういうふうなね並びになったということで、まあ山田洋次監督がねこれで OK というんだったら我々ファンも OK じゃないかみたいなところもありまして、私はすごくこういった別の角度からね、男はつらいが聞けてよかったなと思いますんで、これからもね大友康平さんとかね、それから YOSHIKI さんとかね、いろんな方に歌ってほしいなと思うところがあります。武田鉄矢さんっていうのもいいかもしれないですね。さあそれでですね、男はつらいよシリーズのまあなんですかね、醍醐味といいますか、いつものパターンなんですけども、オープニングは夢で始まることが多いんですよね、男はつらいよ。で今回もね夢で始まってるんですよ。で誰が夢を見たのかなと思ってパーッと見てると、目が覚めた時に顔が浮かぶのが光雄くんなんですよね。ということはね、やっぱり男はつらいよシリーズって、まあ継承者後継者がいるとしたら光雄くんに他ならないんですよ。そうなんですよ、これからの男はつらいよっていうのは、あの光雄くんが50歳前後になって、もう大人としてのね酸いも甘いも安定も放浪もこういうふうに噛みしめた男はつらいよが始まるんではないかなと思いながら、こう期待させるオープニングだったかなと思うんですよね。さあその光雄くんですけども、寅さんのようにたくさんの恋愛をしてきたわけではないんですよ。やっぱりね、あの牧瀬里穂ちゃんが出てきたりとかね、それからまあ有名なのは後藤久美子ちゃんですね、泉ちゃんですよね。この2人が軸になって光雄くんの恋愛遍歴っていうのはできてると思うんですけども、やっぱり今回はね、あの若い頃の泉ちゃんを思い出しながらストーリーっていうのは進んでいくところと、あとはやっぱりね随所随所に寅さんの回想シーンが出てくるんですよね。それはどういうことを意味するかと言いますと、私が思うにですよ、寅さんの作品っていうのは1作目から2作目の間、2作目から3作目の間っていうのはこういうふうな、待ち時間があるんですよね、次の劇場公開まで。でも寅さんは旅をしてるし、寅さんの家族ね、寅屋の皆さんは、まあ、毎日ね、お店の営業とか、それから広瀬さんは工場の仕事を毎日こう安定した仕事に勤しんでるわけですよ。で対して寅さんは放浪の旅に出ていると。で
トラさんが旅に出て行って帰ってくるまで、トラ屋の皆さんがどういう気持ちで待ってるのかなっていうところが、今回かなりね、ご図試作に現れていたんではないかなと思うんですよ。それがだからトラさんの回想シーンとすごくダブるわけなんですよね。そうなんですよね。トラさんがぷいっとまた旅に出て行ってしまった。で、いつ今度は戻ってくるのかねと。あ、トラちゃんは今頃どうしてるかねと。おばちゃんが思い出すときに、トラさんの回想シーンが第1作目から第2作目の間、第5作目から6作目の間にずっとあったんだろうなと思わせるようなね、第50作だったんですよ。まあ、ですんで、第49作はちょっとね、ハイビスカスの特別編ですけども、48作かな、正確には。48作から49作目の間、49作目から50作の間の、まあ、トラさんが今、柴又にはいないけども、全国各地どんな旅をしてるのかなってことを思い出しながら待つ、トラ屋の皆さんの気持ちが50作にはかなり込められていたのかなと。うん、でね、おいちゃんとかおばちゃんとか家になっていました。あ、そしてこれはね、ちょっと一部ネタバレになっちゃうんですけども、光雄くんの奥さんっていうのも今回ね、家で出てくるんですよ。6年前に奥さんを亡くされたっていう設定で、今ね、まあ、父子家庭っていうんですか、父子家庭で、出てくるんですけども、まあ、そこで考えられるのはね、おいちゃんとかおばちゃんとか光雄くんの奥さんとかね、いろいろありましたけども、トラさんはその時どうしたのかなと。おいちゃん死んじまったのかい、おばちゃんみたいな感じで慌てて柴又に戻ってきて、そこで一悶着ドラマがあったのか、それともね、光雄くんの奥さんの結婚式には、お前なんだ、泉ちゃんと結婚したんじゃないのかみたいな感じで来たのか、いろいろと想像しながらの50作ですけども、今回そういうところでね、触れられていなかったんで、もしかしたら今後そういうスピンオフが出てくるかもしれないなと、これは私のね、勝手な希望と推測ですけどね、そういうところを思わせるような作品作りだったかなと思います。さあ、それでね、全体的なストーリーをこうやって細かく話すと、これからね、映画を見に行く方に申し訳ないんで話せないんですけども、今回ね、VFX というテクノロジーを用いてですね、現代の撮影になんとですね、過去の寅さんの映像をはめ込んでですね、まさに光雄くんがなんかね、こういろいろ寅さんのことを思ってる時に、後ろに寅さんがふわっと出てきたりね、いつもの寅さんが2階に向かう階段に寅さんがふわっと手をかけていたりとかってところが出てきて、なんかね、ジンとくるんですよね。そしてそのテクノロジーがこの寅さんとの共演を可能にしたというところが随所随所に出てきて、まあいい作品になってるなと私は思うわけなんですよ。さあ、そろそろまとめに入ります。今回の50作っていうののストーリーの内容っていうのは細かくは触れられないんで、劇場で見ていただきたいんですけども、私がね、思ったの、そして多くの方が気になってるのは、男はつらいよシリーズ50作で完結しちゃうのかなってことなんですよ。そうなんですよ。確かにね、渥美清さん演じる車虎次郎が主人公の男はつらいよは50作をもって全部完結だと思います。うん、これはもうね、続けようがないです。だって渥美清さんの映像はもう増えませんからね。回想シーンでちょこ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 出してくることはできますけども、その回想シーンを出してくるのにも限界があります。じゃあこれからどういうふうなね、ストーリー運びが予想されるかと言いますと、そうなんですよ。光雄くんの男はつらいよという第2幕がね、まるでシルベスター・スタローンのロッキーの後継作品クリードね、あれのようにですね、全く別の継承物語として男はつらいよ第2編が始まることは考えられるかなと思うんですけども、いかがですかね。それはですね、光雄くんは恋愛を繰り返すような男はつらいよはできないと思いますけども、50代の男性が触れる、このね、時代の安定と放浪というものに翻弄されながら生きる男の生き様とかね、そこに関わってく女性の物悲しさとかね、それから昔の恋愛を思い出したりとか、切ない気持ちになったり、社会の理不尽に立ち向かったりとか、安定を求めつつも小説家というね、不安定な道を選んでしまった自分へのまあ後悔とかね、それから勇気ですとか、いろんな感情、そして母に対する愛情、年老いていく父となかなか向き合えなかった人生、こういったものを男はつらいよという新しいね、つらいよシリーズとして私たちに訴えかけてくれることはできるんではないかなと思うんですよ。これどうですかね。これ私の希望でしかないんですけども、もしこの男はつらいよシリーズに第2幕があるとしたら、光雄くんがね、そういった社会の荒波に揉まれて、時におじさんを思い出して、時に親父を思い出して、時においちゃんおばちゃんの助言を思い出して、そして涙しながら、なんですか、顔で笑って腹で泣くではないですけどもね、いろんな方に笑顔を見せながらも腹の中では、いや俺の人生これでよかったんだろうか、おじさん早く帰ってきてくれよと、俺は風に向かっておじさんの名前を呼び続けてるんだよみたいなね、まあそんなところがね、
考えられちゃったりするかなと思います。で、この作品自体のことなんですけども、光雄くんはね小説を書き始めるところでラストシーンなんですよ。で、まあもちろん小説家なんで小説書いていいんですけども、まあ、その小説の内容がちょっと触れられてるんですけども、ここはちょっとね内緒にしておきます。これ醍醐味のところですから。で、この小説の書き始めがまたね、この50作全部を締めくくるのにむちゃくちゃいいラストシーンになってるなと思うんですよね。ということで、男はつらいよの50作をもって渥美清さん主人公の男はつらいよは完全に終わってしまったと思います。それはすごくね、私的には綺麗な終わり方で、全ての伏線を回収した終わり方になってる。まさにね、さくらさんが言われてたように50年かけて1本の作品を撮っていたんじゃないかなというふうなことも言われてましたけども、私もね50年かけて1つの作品を見てきたなと、そしてそこにトライの皆さんと一緒に生きてきたなと思うんですよ。そう、これはね言い忘れてたんですけども、この作品の50作を見た時に、私はね映像の中にあそこも行ったここも行ったっていう風景が全部見えてくるんですよ。当たり前ですよね。私はトラさんの作品を全部見てね、ロケ地にも行った、そして柴又にも何十遍もなく通って、そこに泊まったりね、いろんな店で飯を食ったりとか、地元の人に関わったりとか、こんな格好で歩いたり、トラさんサミット出たりとかするんで、思い出のある場所ばっかりなんですよ。そこが初めて映画にリアルタイムで出てくるこの感動、そしてさくらさんがスマホをいじってるその違和感、この違和感も込みで、あ、時代は変わって、トラさんは前の時代に、置いてきたと言いますかね、また全国を旅してるのかなと。そしてトラさん、いつ戻ってくるかもわからないし、戻ってこないかもしれない。思い出すのは、あの作品の最後のね、神戸の復興を前にするパン屋でのシーンですよね。あの宮川大輔さん、花子さんがパン屋のご主人でねされてましたけども、阪神淡路大震災から立ち直ろうとするそのラストシーンがやっぱりこう思い浮かべられるわけですよね。それから寅さんの残してきた数々のお笑いですとかね、短歌舞ですとかね、ああいった文化も、もうすでに、もうすぐお正月になりますけども、お正月でも縁日ですとかね、それからたたき売りとか、綿菓子とかね、そういうのはもしかしたらもうなくなってしまったのかもしれません。もうこの映画の中でしか私たちはああいったね短歌舞ですとか縁日ですとか敵屋に触れられないのかもしれませんよね。でも寅さんというものを通じて、私たちはそういう日本の変化と文化を今でも映画を通じてね見ることができるなっていうのは、もうこれ作品というよりも、何と言いますか、国宝というかね、とてつもないメイドインジャパンストーリーをこの50作全部に詰め込んだんではないかなと。そして私たちファンもですね、その映画の中に紛れもなく出演してたというふうな気持ちがするわけなんですよね。さあ、こんな形でね、私のトラさん50作の感想をまとめさせていただきましたけども、皆さんね、どういうふうにお感じになるでしょうか。映画をね、もうぜひ見に行っていただきたいですし、そしてトラさんのそのかっこ悪さがかっこいいというね、この感覚っていうんですかね、掴んでいきたいなと。まあまさにこんな格好なんて今ねしてる人いないですよね。ダサいですよ、相変わらず。ダサいんだけども、時代に流されない自分スタイルを貫いてね、そして放浪を続ける、そういうところがまた寅さんの味なのかなと。都政人のそこがつれえとこだよみたいなことを言い出しそうですけども、で、寅さんの作品っていうのはやっぱり安定と放浪っていうのが対比されて、いろんなところで出てくるんですよね。そうですね、ひろしさんとかさくらさんっていうのが言ってみれば安定、そして寅さんが放浪ですよね。だから寅さんが家庭を持った時にこの作品は終わってしまうんですよね。で、ある意味寅さんは自分の安らぎの場所を得たんではないかなっていうふうに感じさせるようなラストシーンでございました。で、私も寅さんのようにね、放浪を憧れて、そして安定も求めながら、その狭間で揺れ動く、まさにね、光雄くんの人生と共に生きてきたような気がしますよね。私にとっても寅さんは、大好きなおじさんであったと思いますし、ひろしさんみたいなね、真面目頑固な四角四面の男ってのは、まさに私の親父だったかなと思ったりするんですよ。そして間に立つさくらさんっていうのが、まさに私の母だったかなというふうな感想が、私の個人的なね、感情でございます。そしてね、今回の作品、私もね、母と一緒に行けたというところがすごく喜びですし、その映画をね、進めてくれたのが私のお嫁さんの、ゆかちゃんだったというところにも、もう限りなく、私の周りにも愛情あふれる、人情味あふれる世界があったんだなということをね、噛み締めて、作中自分の人生とオーバーラップして何度もね噛み締める、なんかこう熱い思いがあったかなというところでございます。本当にですね、
すっきりとした気持ちで、2020年の年明けを迎えることができるなという気持ちでね、周りの人に改めて感謝と愛情の恩返しをしていきたいなと思っております。それではごめんなすって、ありがとうございます。